工学、工学、工学、エンジニアリングとは、工学が対象とする領域は、広く、様々な分野に細分化されている。日本の国立八大学の工学部を中心とした、工学における教育プログラムに関する、検討委員会の文書、1998年では、次のように定義されている。工学は、大半の分野で、理学の分野である数学、物理学、 科学等々を基礎としているが、工学と理学の相違点は、ある現象を目の前にしたとき、理学は自然界の現象は、現状どうなっているかや、なぜそのようになるのかという、すでに存在している状態の理解を追求するのに、対して、工学は、どうしたら望ましくて、未だ存在しない状態やものを実現できるかを追求する点でる。あるいは、 どうしたら目指す成果に結びつけられるかという人間、社会で利用されることという合目的性を追求する点であるとも言える。したがって工学では安全性、経済性、運用、保守性といった実用上の観点の価値判断が重要である。使用できる時間、人員、予算等といった資源の制約の中、工学的目的を達成するための技術的な 検討とその評価を工学的妥当性といい、工学的な性質の分析には、環境的合成、使いやすさ、整備のしやすさ、障害費用、ライフサイクルコストなど、質量、速度などのある意味、植物的で一意的に測定できる性質とは違った人間がある配慮のもとに構成した評価方法が必要なものが多い。そうした、 評価方法の開発も工学の重要な分野とされる。また、公共の福祉に対する配慮も必要であり、工学各分野の学会、電気学会、土木学会などでは倫理的な内容を盛り込んだ信条規定が定められている。工学には他の学問の成果を社会に還元するための技術の開発という面もあるが、近年はそれに加えて、 その技術の適用にあたっての長所、短所の調査、アセスメント、調査結果とともに調査過程の資料を公表説明すること、アカウンタビリティが求められるようになってきている。現代の我々が用いている意味でのエンジニアリングという用法、概念は18世紀になって生まれたものであるが、その概念に合致するような営みは、実際には、 古代から行われていたとも考えられている。歴史。工学を実践する者をエンジニア、エンジニアあるいは技術者と呼ぶ。日本では技術者の公式な資格の一つに技術士がある。工学という用語や概念自体は歴史的に見れば比較的新しいものであるが、現代の工学という概念で照らしつつ人類の歴史を遡って眺めてみれば、 それに相当するものは実際上は古代から存在していたということもできる。エンジニアリングという言葉、概念は比較的新しいもので、先にエンジニア、技術者という言葉が存在していた。エンジニアはエンジンに設備時 ER がついた形で機関の操作者を意思、1325年頃文献に現れた時には軍用兵器の製作者を意味していた。当時、 エンジンには戦争に使われる機械仕掛け、例えばカタパルトすなわち兵器という意味があった。エンジンの語源は1250年頃ラテン語のインジーニームからできた語で、インジーニームは先天的な特性、特に知能を意味し、そこから派生して賢い発明品を意味した。後に民間の橋や建築物の建設技法が工学分野として円熟してくると、 シュビルエンジニアリング、日本語にあえてすれば土木工学と呼ばれるようになった。これは、エンジンが、もともと、兵器を意味していたことから、軍事とは、無関係の分野であることを示すためにシュビル、市民と付けたものである。つまり、古くは、エンジニアリングという語は、ミリタリーエンジニアリング軍事技術だけを意味していた、ことがある。だが、18世紀以降は、シュビルエンジニアリング。 イコール軍事以外の技術が発展し、それ以来エンジニアリングという言葉はエネルギーや資源を利用しつつ便宜を得る技術一般を指すようになったのである。近代的な工学と概念は上記のような経緯で形成されたわけであるが、そうした近代的な工学に合致するものを人類の歴史を遡って改めて探してみると、すでに古代にもそれは見つかる。古代の人々が 滑車や、テコや車輪といった基本的機構を発明した頃から存在していたことになる。基本的な機械的、物理的原理を利用して便利な道具やものを作るという意味で、これらの発明も工学の現代的定義に合致しているのである。アレクサンドリアの大東大、エジプトのピラミッド、バビロンの空中庭園、ギリシャのアクロポリスとパルテノン神殿。 古代ローマのローマ水道やローマ街道やコロッセオ、マヤ文明、インカ帝国、アステカのテオティワカンなどの都市やピラミッド、万里の頂上などは古代の工学の成功さと技能を示している。最古の名の知られている土木技術者としてイムホテプがいる。エジプトのファラオであるジェセル王に仕え、紀元前2630年から2611年頃、サッカラで、 ジェセル王のピラミッド、階段ピラミッド設計と建設の監督をしたと見られている。古代ギリシアでは民間用と軍事用の両方の分野で機械が開発された。アンティキ・ィラ等の機械は基地の世界最古のアナログコンピュータと言われており、アルキメデスの発明した機械は初期の機械工学の一例である。それらの機械には作動装置、または 優勢歯車機構の知識を必要とし、その二つの機械理論の重要な原理が、産業革命でのギアトレーン設計助け、今でもロボット工学や自動車工学といった様々な分野で広く使われている。紀元前4世紀頃のギリシアで透析機が開発され、中国、ギリシア、ローマでは三段回線、バリスタ、カタパルトといった複雑な機械式兵器が使われていた。 中世にはトレビューシェットが開発されている。ウィリアム・ギルバートは1600年にを表し、エレクトリシティ、電気という言葉も史上初めて使ったということで、電気工学の祖とされている。機械工学の分野では、トーマス・セバリが1698年に世界初の蒸気機関を作った。蒸気機関の開発が産業革命をもたらし、 大量生産の時代が始まった。18世紀には工学を専門とする専門職が確立し、工学は数学や科学を応用する分野のみを指すようになっていった。同時に、それまで軍事と民間の工学とされていた分野に、それまで単なる技能とみなされていた機械製作も工学分野の一つとされるようになった。電気工学の発端は1800年代の アレッサンドロ・ボルタの実験であり、その後、マイケル・ファラデーや、ゲオルク・オームといった先駆者の実験を経て1872年に、電動機が発明された。19世紀後半には、ジェームズ・クラーク・マクスウェルとハインリヒ・ヘルツの成果によって、電子工学の分野が始まった。その後の真空管やトランジスタの発明によって、電子工学の発展が加速され、今では、 工学の中でも特に技術者の多い領域となっている。トーマス・セーバリとジェームズ・ワットの発明によって、機械工学の発展が促された。産業革命期に各種機械や、その修理や、補助のための道具が発達し、イギリスから、さらに海外へと広まっていった。科学工学も、産業革命期の19世紀に、機械工学と共に発展した。 大量生産は新素材や新製法を必要とし、化学物質の大量生産の必要性から1880年頃までに新たな産業として確立された。化学工学はそういった化学工場や製法の設計を担っている。航空工学は航空機の設計を扱う分野で、航空宇宙工学はそれを宇宙船の設計にまで広げた比較的新しい。 学問分野である。その起源は19世紀から20世紀にかけての航空機の先駆的開発にあるが、最近では18世紀末のジョージ・ケイリーの業績が起源とされている。初期の航空機は他の工学分野の概念や技法を取り入れつつ、大部分は経験主義的に発展していった。ライト兄弟が初飛行に成功して、 わずか10年後には航空工学が大いに発展し、第一次世界大戦には軍用航空機が開発されるまでになった。一方で理論物理学と実験を結合することで科学的な基礎付けをする研究が行われていった。工学の博士号を最初に取得した人物はイェール大学のウィラード・ギブズで1863年のことである。これは 自然科学分野でもアメリカ合衆国で二人目の博士号である。コンピュータが工学に果たす役割は大きくなっている。工学について、コンピュータが支援を行う各種ソフトウェアが存在する。数理ーーモデルの構築や、それに基づいた数値解析もコンピュータを使いしてなされている。例えば、カナダドルソフトウェアは三次元モデルや二次元の設計図の作成を容易にする。 カナダドルを応用したデジタルモックアップ、ダムや有限要素法などを使った C ソフトウェアを使えば時間とコストのかかる物理的なプロトタイプを作らなくともモデルを作成して解析を行うことができる。コンピュータを利用することで製品や部品の欠点を調べたり部品同士の噛み合わせを調べたり人間工学的な面を研究したり圧力、温度、 電磁波、電流と電圧、デジタル論理レベル、流体流れ動きなどシステムの静的及び動的特性を解析できる。これらの情報を総合的に関するソフトウェアとして製品情報管理がある。特定の工学分野のためのソフトウェアもある。例えば CAM ソフトウェアは CNC 機械に与える命令列を生成する。 生産工程を管理するソフトウェアとして、工程管理システム、MPM がある。エダは、半導体集積回路やプリント基板や電子回路の設計を支援する。関節材調達を管理するマロ、メンテナンス、リペアオペレーションズソフトウェアなどもある。近年では、製品開発に関わるソフトウェアの集合体として、製品ライフサイクル管理、PLM ソフトウェアが使われている。 工学は本質的に社会や人間の行動に左右される。現代の製品や建設は必ず工学設計の影響を受けている。工学設計は環境、社会、経済に変化を及ぼす強力なツールであり、その応用には大きな責任が伴う。多くの工学系の学会は行動規約や倫理規約を制定し、会員や社会にそれを周知させようとしている。 工学プロジェクトの中には論争となっているものもある。例えば、核兵器開発、三峡ダム建設、SUV の設計と使用、重油抽出などである。これに対して、企業の社会的責任について厳しい方針を設定している工学企業もある。工学は人間開発の重要な駆動力の一つである。アフリカのサハラ砂漠周辺の工学的キャパシティは、 非常に低く、そのため、アフリカ諸国の多くは、独力で重要なインフラストラクチャを開発することが、機内でいる。ミレニアム開発目標の多くを達成するには、インフラストラクチャの開発と持続可能な、技術的開発ができるだけの十分な、工学的キャパシティを必要とする。海外での開発や、災害救助を行う NGO は、技術者を多数抱えている。 次のようないくつかの事前団体が人類のために工学を役立てることを目指している。ファンらは古典的な工学教科書フンデでシャンズ・オブ・ソリッド、マッカニックスの改訂版の中で次のように書いている。工学は科学と全く異なる。科学者は自然を理解しようとする。技術者は自然界に存在しないものを作ろうとする。技術者は発明を強調する。 発明を具現化するには、アイデアを具体化し、人々が使える形で設計しなければならない。それは、装置、道具、材質、技法、コンピュータプログラム、革新的な実験、問題の新たな解決策、既存の何かの改良である。設計は、具体的でなければならず、形や寸法や数値が設定されていなければならない。新しい設計に取り掛かると、技術者は、 必要な情報がすべて揃っているわけではないことに気づく。多くの場合、科学知識の不足によって情報が制限される。そこで技術者は数学や物理学や科学や生物学や力学を勉強する。そうして工学における必要性から関連する科学に知識を追加することも多い。こうしてエンジニアリングサイオンセス、理工学が生まれた。 科学的手法と工学的手法にはオーバーラップする部分がある。工学的手法は、科学的手法と、科学的に厳密には解明されていないが、過去の同様の事例から確からしいと思われる、経験則を組み合わたものである。しかし、いずれの手法もその基本は現象などの正確な観察である。観察結果を分析し伝達するため、どちらも数学や分類基準を使う。 ワールテル・ヴィンチェンテは、著書ホワット・エンジニアズ・ノー・アンド・ハウゼー・ノー・イットにおいて、工学の研究は科学の研究とは違う性質を持っているとしている。工学は物理学や科学が基本的によく理解している分野を扱うが、問題自体は正確な方法で特には複雑すぎる。例えば、航空機における空気力学的流れをナビエ・ストークス方程式の数値近似で表たり、 材料の疲労損傷の計算にマイナー則を使ったりする。また、工学では半ば経験則的な手法もよく採用している。科学では考えられない特徴であり、例えばパラメータ変化法がある。ともいう。目的や方向性は異なるが、医学と工学の一部の分野の共通部分として人体の研究がある。医学においては必要なら、 テクノロジーを使ってでも人体の機能を維持、強化し、場合によっては人体の一部を代替することも目指すことがある。現代医学はすでに一部の臓器の機能を人工のものと置換することを可能にしており、心臓ペースメーカーなどがよく使われている。医用生態工学は生体への人工物の埋め込みを専門とする領域である。逆に人体を 生物学的機械として研究対象とする工学分野もあり、テクノロジーによってその機能をエミュレートすることを専門とする。それは例えば人工知能、ニューラルネットワーク、ファジー論理、ロボットなどである。工学と医学の学際的な領域もある。医学も工学も実世界における問題解決を目的としている。そのためには、 現象をより厳密かつ科学的に理解する必要があり、実験や経験的知識が必須となっている。医学はその一部として人体の機能も研究する。人体を生体機械と捉えた場合、工学的手法でモデル化できる多数の機能を持っている。例えば心臓はポンプによく似た機能を有し、骨格はテコをつなげたような構造をしていると理解する。 ことも可能である。また脳は電気信号を発している。このような類似性や医学における工学の応用の重要性の増大により、工学と医学の知識を応用した異様性対工学が生まれた。システム生物学のような新たな科学の分野は、システムのモデリングやコンピュータを利用した解析など、工学で使われてきた解析手法を採用して、 生命を理解しようとするものである。工学と芸術の間にも関連がある。建築、造園、インダストリアルデザインといった分野はまさに工学と芸術の直接交わる部分である。大学では工学系の学部にも芸術系の学部にも関連する学科が損する。他にも間接的に関連する分野がある。シカゴ美術館は NASA の航空宇宙関連のデザインについての展覧会を開催したことがある。ロベールマイヤールの設計した橋は芸術的と評されている。南フロリダ大学ではアメリカ国立科学財団の支援を受けて工学部に芸術と工学を組み合わせた学科を開設した。レオナルド・ダヴィンチはルネサンス期の芸術家兼技術者として有名である。政治学に 工学という言葉を導入した社会工学や政治工学は工学の方法論や政治学の知識を利用し政治構造や社会構造の形成を研究する。工学の一覧を参照。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。